皆さんどうもこんにちは、ガクです。本日は10月17日木曜日、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画一本で終わらせていきたいと思います。本日はですね、渋めの更新になるかと思いきや、更新量としてはかなりのものをやってまいりましたので、ぜひ最後まで楽しんでいってください。目次としてはこんな感じですね。倍速でも問題のないように滑舌にはこだわってますので、最後見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた、ではまた次の動画でって言いそうになりましたけど、ここからご覧ください。レッツゴー。でまずはですね、昨日のユットボールニュースでも話した通り、オンライン重い問題についてですけど、現状ですね、こちらのお知らせで止まっておりますので、コナミさんとしては状況は把握しているものの、解決はされていないという状態になっております。まだ発生する可能性っていうのは十分にありますので、レート上げ頑張ってて勝率こだわってる方とかは、一旦オンラインは控えていただいた方が、バグでの理不尽な負けっていうのはなくなるんじゃないかなって思ってますね。さあ、そしてそんなね、タイミングの悪いところではあるんですけど、モバイルの国体予選イベント開始されました。こちらですね、勝ち抜いていくと12月に佐賀で行われる全国都道府県対抗 e スポーツ選手権に参加することができますので、ぜひ皆さん代表を目指して頑張ってみてください。まあ、まだですね、実は代表を争うようなランキングのフェーズではないんですけど、今週から始まったラウンド1をクリアしないと、来週のラウンド2、ラウンド3、そしてラウンド4と進んでいくことができませんので、しっかりとイベントはクリアするようにしてみてください。でちょっと先にですね、国体イベントの話をしていきたいなと思うんですけど、参加方法としては試合って押していただいて、一番左の大会イベントですね、こちらにある全国都道府県対抗 e スポーツ選手権となります。でこちらのイベントですね、僕はもう埼玉を選んでしまったんですけど、一つ都道府県を選んでイベント参加する形となります。大前提として、国体の代表を目指す猛者の方々はですね、今住んでる都道府県もしくはふるさとの都道府県でないと代表になることができませんので、注意してみてください。まあ、これに関してはあくまで代表を目指す方向けにはなるんですけど、中学、高校、現住所と最大3つの都道府県でエントリーができる可能性があると考えてみてください。ちなみにですね、今回代表に選ばれると特別なバッジもあるみたいなので、代表を目指す方頑張ってください。まあ、おそらくさ、都道府県の埼玉とか東京とかバッジについてきそうですよね。でちょっと埼玉バッジ欲しいけどね。ちなみに僕は埼玉県志木市出身です。でここまではですね、代表を目指す方向けの話なんですけど、代表を目指さない方はぶっちゃけどの都道府県を選んでもらっても OK ですね。今回もですね、この画像の通りコイン山分け報酬っていうのがありますので、選んだ都道府県に応じてもらえるコインっていうのが変わってくるんですよね。で昨日話していたワールドカップイベントに関してはもらえない国っていうのもあったと思うんですけど、実は今回の国体イベントに関してはこれ見たら分かる通り、1位からですね47位まで全てコインの報酬が設定されてますので、どこの都道府県を選んでもコインがゼロということはないようになってますね。最小が47位の10万コインで、最大が1位の500万コインとなっております。でまあ、このですね、都道府県選びに関しても昨日話したみたいに、まあ、ランキングを見ながらどこがいいかなとか狙っていくと、まあ1コインでも多くもらえる可能性っていうのはあるんですけど、ぶっちゃけ今回に関しては純粋にね、自分が住んでた都道府県とか好きな都道府県選んでもらえればいいんじゃないかなって思ってますね。まあ、っていうのも今回に関しては全都道府県コインがもらえる上で参加人数とかもわからないので、結局どこがおすすめかっていうのは若干判断しづらい気がしてるんですよね。まあ、一応ですね、来週水曜日のユットボールニュースではどこを選んだら良さそうかっていうのはランキング見ながら結論まとめていきたいなと思ってますので、ギリギリまで見極めたい方は水曜日の僕の動画チェックしてみてください。ただこれ繰り返しになるんですけど、ラウンド1の開催期限が1週間で、このラウンド1で1試合でもしないとコイン山分けの対象になりませんので、絶対来週のメンテナンスまでには判断しないといけないんですよね。選び忘れてコインもらえないのだけが一番もったいないので、選び忘れだけは絶対にないようにしてあげてください。ちなみにこれ都道府県選んだ後はラウンド1、ラウンド2、ラウンド3とあるんですけど、2と3に関してはまだ開催前になりますので、できるのはこれラウンド1のみになります。チャレンジ3まであるんですけど、全部クリアしていただければ3万 GP にスキル追加3枚がサクッともらえますので、報酬のコスパとしても結構いいイベントなので、ぜひやっていただきたいですし、このイベントをですね、
て1週間以内にチャレンジ3まで全てクリアしないと来週木曜日から始まるラウンド2に参加することができませんので、代表目指す方はもちろん報酬目的だとしてもラウンド2でも新たに報酬が設定されますので、ラウンド1に関してはコンピューター戦ですし、全ユーザー来週の木曜日のメンテナンスまでに必ずクリアするようにしてあげてください。はい、ということでちょっと国体の説明だけでだいぶ長くなったんですけど、新イベント見ていきましょうか。実は今週イベントの更新も半端ないんですよね。まずはオンラインから今週2つのイベントが来ております。こちらはいつも通りスキル追加とコインがもらえるイベントで、今週は国縛りになっておりますので、ぜひ皆さん余裕があるときにチャレンジしてみてください。で、今週の新イベントとしてはこちらのゴールデンゴールですね。2万経験値に何段ブースタートークもらえて、ゴールデンゴールだったらどんどんチャレンジできますので、ぜひサクッとクリアしてあげてください。で、さらにですね、ここからはオフラインの話になるんですけど、ちょっと見てもらっていいですか。このね、オフラインのイベントの数、まあ、右4つに関しては先週更新ですけど、今週かなりの量となっておりますので、初心者の方は落ち着いて一つ一つクリアしてみてください。で、まずはこちらが毎週恒例のツアーイベントですね。今週も国代表週間が無料で1回引けますので、こちらは無課金課金者関係なく絶対に回収するようにしてみてください。で、こちらがですね、今週イレギュラーで見慣れないイベントになるんですけど、 ACL のテーマイベントですね。ここ見たら分かる通り、なんとこちらのイベントからも無料ガチャ券もらえちゃうんですよね。後ほど詳しく見ていくんですけど、意外と面白いガチャになってますので、こちらもぜひ獲得をしてみてください。ただイベント期間が2週間と長めなので、まあ、優先度としてはちょっと低めでもいいかもしれないですね。2週間以内にやっておきましょう。さらにさらにこちらもですね、新イベントで見た目めっちゃ豪華なんですけど、こちらはレジェンドへの挑戦イベントですね。まあ、初心者の方だとちょっと難しいと思うんですけど、チャレンジ1がスーパースター、チャレンジ2がレジェンドでコンピューター戦となっております。クリアすれば2万経験値とランダムブースタートークンがゲットできますので、まあ、余裕あるならやっていただきたいですね。優先度としてはぼちぼちですけど、まあ、ランダムブースタートークンね、なかなか手に入らないので、できれば獲得しておきたいですね。そして最後はオフラインのコープイベント、まあ、こちらもですね、スキル追加もらいたい、報酬おいしいのでぜひやっていただきたいですね。で、特にですね、このコープは残り3日と16時間と、確かね、月曜日の11時までしかやってないと思いますので、こちらのイベントは早めにやっていただきたいですね。まあ、ツアーイベントとこのテーマイベントサクッとクリアして、コープイベントやって残りレジェンドイベント、こんな感じの流れでやってみてください。さあ、そしてここからはですね、ガチャのお話していきたいなと思うんですけど、なんと今週4つも新ガチャやってきたんですよね。まあ、いきなりですね、ここのバナーありますけど、なんとサプライズでオフェンシブジーニアスというショータイムガチャがやってまいりました。超希少ビルツがモメンタン持ち、さらにフェノミナルフィニッシュ持ちのアルバレスにガクポの搭載、いいメンツですね。生放送で全員当てて軽く能力見たんですけど、まあ強いね。全員当たりで玄関強でもマイル能力だと思っております。で、特にこのビルツですよ。前のね、ショータイムビルツ当てたって人も結構いると思うんですけど、今回ですね、見てください、この能力にモメンタムドリブル持ちですからね。で、しかもね、スキルがめちゃめちゃいいんですよね。ほぼ完成されたスキル構成でやってきたので、このビルツに関してはシーコ艇ですけど、それを補うほどの魅力が溢れてるんじゃないかなって思ってますね。で、あとはですね、個人的に一番エグいなと思ってるのはガクポかな。いや、エグい能力してませんか。スピード、フィジカル、足元と大事な能力が全て高い高身長フォワードで、現役版フリット的なノリで使えるのはこのガクポなんじゃないかなって思ってますね。アルバレスに関してもちゃんと優秀ですし、全員攻撃的なんだけど若干特徴が違うっていうのも面白いガチャなんじゃないかなって思ってますね。まあ、でもね、落ち着いてください。もう大型アップデート後ね、いいガチャ来まくってるんで、一旦月曜日まで待ってから引くのがいいと思いますね。あとは比較動画なんかもできるだけ早く出していきたいなと思いますので、そのあたりとかいろんな人の比較も参考にしながら引くべきかどうか悩んでみてください。もうね、最近ガチャ全部豪華で全部引いてたらキリないです。いい悩みですね。そして昨日の告知の通り、国代表週間もやってまいりました。メンツとしてはこんな感じでしたね。サラーが選ばれたのはいい意味で予想外でしたし、アーノルドがね、今回なかなかに魅力的な能力なんですよね。左サイドバックできるのは初めてですし、週間でこの能力の高さっていうのはなかなかに魅力的なんじゃないかなって思ってますね。あとはですね、同じくポジション変更組でディロレンツやソボスライだったりとか、ウンダブなんかもね、もうここでしか手に入らないんじゃないかっていう希少性はありますので、まあ、全体的に悪くないガチャではあると思いますね。まあ、絶対引けレベルではないですけど、間違いなく注目の選手はいますので、明日の比較動画を見つつ気になる選手がいる方は引いてみてもいいんじゃないかなって思ってますね。まあ、とりあえず無料分引いて動画待っててください。さあ、今週はですね、まだまだ更新が終わりません。
お次はリーグセレクション。なんとブラジルリーグが今シーズン2回目の更新となりました。いや、ルーカスモウラってこれ元スパーズとかパリサンジェルマンにいたモウラですよね。なかなかにね、この選手とかは欲しい方も多いんじゃないかと思いますけど、まあ、基本的にはスルーで OK ですね。選手好きな方はぜひ狙ってみてください。そしてラストはまさかの ACL ハイライトガチャ。さっきイベントのところで触れましたけど、1回無料で引けるのがこのガチャになりますね。これ結構サプライズだったし、搭載選手が面白いんですよ。マネ、オスカル、フィルミーノ、武藤さんなどなど、ウイレ時代を彷彿させるようなメンバーですよね。てかさ、今週リバプールサポーター激アツ週じゃないですか。ショータイムでガクポ、週刊でサラー、アーノルド、ソボスライがいて、このハイライトでマネ、フィルミーノ。もうリバプールサポーターの皆さん、今週いい人始めませんか？オンラインバグってるけど、まあ、このガチャに関しても基本的にはコイン使って引くほどではないですけど、無料分は絶対入れてほしいのと、珍しい選手はいますので、その選手が欲しい方はぜひ処分してみてください。はい、ということで以上で全ての新情報の紹介になります。結構多かったでしょ。ガチャとかイベントとか、特にねイベントとかが抜け漏れあるともったいないので、ぜひ皆さんやってみてください。ということでラスト周回ヒート終わりましょう。僕はウンダブが欲しい。ブライトンからシュツットガルトに移籍して大活躍、ドイツ代表2ゴール、ウンダブ頼む。ウンダブが欲しい。こういう時当たんないんだよね。選手もルート当たんなかったし。どうだ、未所属。アーノルドでした。そっか、出ないんか。来たと思ったわ。いや、白色で未所属だったから、お、ウンダブ来たと思って、なんかこんなリアクションしてたけど。あ、でもアーノルドいいね。左サイドバック、そして週刊ブースター墓地バモス当たりです。すいません、今ガチの緊急で撮影してるんですけど、明日ですね、10月18日金曓日の14時から16時、臨時メンテナンスが発表されました。で、同時にですね、このワールドカップの予選も1日日付がずれることが確定しましたので、おそらく今来てるこちらのですね、オンラインの不具合の解消が入るんじゃないかなって思ってますね。もう1日でも早く治ってほしいと思ってたので、このスピード感は安心しましたね。とにかく無事に治ることを祈っていきましょう。以上、緊急ニュースでした。ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。またねガチャたくさん来たことで、週末もねいろんな動画投稿することになりそうですけど、よかったら気になる動画だけでもいいのでぜひ見ていってください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。